皆さんこんにちは。ポケモントレーディングカードゲームポケットは2024年10月30日にリリースされたばかりだが、すでに大ヒットゲームになりそうな兆しが見えています。ポケポケは iOS と Android 向けのモバイル版ポケモンカードゲーム、クリーチャーズと DNA が開発し、株式会社ポケモンからリリースされています。プレイヤーはスワイプしてポケモンカードの仮想パック、拡張パックを開き、イマーシブカードでイラストの世界に飛び込んでいるような感覚が体験できます。プレイヤーは毎日拡張パックを2つ無料で開けることができます。このパックには懐かしいイラストのカードや、このアプリでしか手に入らない新カードも含まれています。しかし3つ目からは有料となり、これによって収益が発生するシステムとなっています。モバイルゲーマービズが報じたアップマジックの推定によると、ポケポケは1日で300万ドル、わずか4日間で1200万ドルを売り上げたといいます。これは2016年のリリース以降、アプリストアで変わらぬ人気を誇っているポケモン GO の売上額を上回っており、ポケポケがこのペースを維持すれば年間の売上総額は10億ドル以上となる見込みです。ポケポケの売上は日本が 45% と多くを占めるそうで、2番目に多いのがアメリカ、さらに香港、台湾、韓国、ニュージーランド、フランスが続いています。ポケポケは11月1日に全世界累計1000万ダウンロードを突破したが、現在は1200万ダウンロードを超えているものと思われるとアップマジックは伝えています。もちろんポケポケがポケモン GO 波になるには、これからまだ爆発的に成長していく必要がありますが、携わる人々はこのスタートを喜んでいることでしょう。今回の成功は株式会社ポケモンにとって厳しい時期にもたらされました。8月ポケットモンスターシリーズを開発するゲームフリークのサーバーに対する不正アクセスがあり、2606件の従業員、委託業務従事者の名前とメールアドレスが流出しました。9月には株式会社ポケモンは任天堂とともにパルワールドが複数の特許権を侵害しているとして、デベロッパーのポケットペアを提訴しています。そんなポケポケですが、リリースから約1週間ですでにグリッチが横行しているという噂があります。噂によればポケポケのカードパック購入時にレアパックを見分ける方法があるとのこと。最初から裏向きになっているパック、パックの上部が若干曲がっているパック、スワイプした時に光の粉が舞うパック、他のパックと比較して厚みのあるパックが対象となるようです。またソーシャルゲームなどでゲームを始める際に、欲しいキャラクターやアイテムを入手できるまでインストールやアンインストールを繰り返すリセットマラソンというものがあるのですが、ポケポケでは前日のグリッチとリセットマラソンを使って強いレアなポケモンを引き当てて、そのアカウントを販売するといった不正行為が横行しています。すでにアカウント売買専門のネットオークションサイトでは数千円台から高いもので15万円ほどのアカウントもあり、問題となっています。アカウントの販売や交換も不正行為として扱われます。このガイドラインに違反し不正行為を行った場合、ペナルティとして警告やゲームからの一時的な追放のペナルティが課せられるほか、より深刻な場合や違反が繰り返された場合はアカウント削除などの重いペナルティとなる場合もあるようです。こういった不正行為はポケモンスリープやポケモン GO でも問題となりました。スマートフォン向けアプリのポケモンスリープは今年4月15日公式サイトを通じてサービス内での不正行為への対応強化に関する方針を発表しました。ポケモンスリープとは、朝起きるのが楽しみになる睡眠ゲームアプリをコンセプトに、日々の睡眠を記録しながらポケモンたちと交流することができるサービス。2023年以降新たなポケモンの形として注目を集め、国内外の多くのプレイヤーから支持されているサービスですが、リリース当初より
不正行為を行うプレイヤーも少なからず見受けられるといいます。本発表では具体的な不正行為の一例として、不正なツールやプログラムを使い著しく多い回数の睡眠リサーチをする行為を挙げた上で、こうした行為を行ったユーザーに対してポケモンスリープのアカウント停止等の対応を行う方針を伝え、お客様に安心してお楽しみいただけるよう定期的に監視を行い、不正行為への対応に継続して取り組んでまいりますと説明しました。このほか、バグに類されるような運営の意図しない挙動を利用してゲームをプレイした場合にもアプリの動作に問題を引き起こす可能性として、裏技のような形での拡散や誘発についても控えるようユーザーに呼びかけていました。またポケモン GO は配信開始から3日でネットオークションなどでアカウント売買が行われていました。ヤフオクでは1000円台から高いものでは20万円台のポケモン GO アカウントが出品され、特に海竜などの強力なポケモンを揃えたアカウントが高値になっていました。強力なポケモンを揃えたアカウントは高値であっても数十件の入札が集まっていました。基本的にアカウントの販売は多数の出品者が行っていますが、中には複数回アカウントを出品するケースや、実装されていないはずのポケモンを売買する非常に悪質なケースもあったようです。ポケモン GO は今年でリリースから9年目を迎えますが、未だその人気は衰えず、直近でも全世界のプレイヤー人口は月8000万人に上ります。そんな人気のポケモン GO はチートアプリを使って楽にプレイしたいと考えるユーザーも少なくないでしょう。最後にポケポケ大ヒットについてネットの反応をご紹介します。現状はカードの種類が少ないからバトルの戦略とかもほとんどない状態、そこは今後に期待ではある。コレクターゲームとしては結構楽しめる。現実のカードにはない 3D を使った立体感は見ていて楽しい。まだ未実装のカードたちがどうなるかっていう楽しみがあるので期待も高い。特にトレーナーカードは現状特殊デザインがないので実装されたらコレクターは喜びそうだな。ガチャの仕様が特殊。ガチャチケットが存在しないので時短アイテムを複数枚使用して10連する仕様。慣れれば大差ないのだけどね。俺は無課金で楽しんでます。課金でレベルを上げるのも楽しいですが、リリース前の情報だとカードのコレクションを目的としているので、単純に楽しむのであれば無課金で地道にレベルを上げるのも手ではないかと思います。事前戦略がしっかりしてたから最初のインストールとか課金が多いのは納得するけど、ここからヒットとして続くかといえば厳しそうな気はします。開発費はペイできそうですね。ギガバイトのポケカゲームはドハマりしたので、これもやってみたけどゲーム性はまだまだ改善の余地あり、コレクションゲームとしては良作。実際に持ってたカードが出て懐かしんだり、カツラが何枚も出続けてなえたりで、パック開封時は楽しい。無課金でもリセマラすればイマーシブ2枚とか出てデッキも組めるから、無課金微課金ですぐにバトルを楽しみたいならリセマラは必須。いかがでしたか？最後までご視聴いただきありがとうございます。コメント残してもらえると嬉しいです。高評価チャンネル登録もお待ちしています。それではまた。